こんにちは。シスコでエンジニアをしております。ミノーラです。今回は、オーセンティケーションオーダーと呼ばれるパラメーターを紹介します。スイッチのポートで、ドット 1X と m a の両方が有効な場合、オーセンティケーションオーダーで指定された順番で認証処理が実施されます。 スライドの場合、オーセンティケーションオーダーが .1xMav なため、最初 .1x が実施され、.1x のタイマーが切れるとマブが実施されます。では、今から実機を用いて、オーセンティケーションオーダーの動作を 確認します。ポートでは .1x と m a の両方を有効にしています。また、オーセンティケーションオーダーを明示的に指定しないと .1x、mav の順番で動作します。では、.1x が無効なエンドポイントを スイッチに接続します。スイッチのポート上で .1x が開始されます。スイッチはエンドポイントからイープパケットを受信できないため、最終的に .1x がタイムアウトします。そして .1x が完了せずに終了し、マブが開始され、 認証に成功したことが確認できます。小オーセンティケーションセッションコマンドを実行すると、.1x は完了せず終了し、マブが開始され、認証に成功したことが確認できます。では、次に、スイッチ側で、オーセンティケーションオーダーを マブ、ドット1 x の順番に変更します。では、ドット .1x が無効なエンドポイントをスイッチに接続します。スイッチのポート上で、ドット .1x ではなく、マブが開始され、認証に成功したことが確認できます。show オーセンティケーション セッションコマンドを実行すると .1x ではなく最初にマブが開始され認証に成功したことが確認できます。最後、まとめになります。オーセンティケーションオーダーを使用することで .1x とマブの両方が有効なポートで 1X とマブの実施順番を指定可能です。今後も .1x 関連の動画が続きますので興味のある方はチャンネル登録のほどよろしくお願いします。